アニョン、シオニムです。今日は知り合いのお兄さんと奈良に行くので、これから奈良に行きます。とっても暑いです。今日3時間しか寝れなくて結構眠いんで、では後でね。奈良に到着。なんてクニかケンタッキーに行きます。暑い、こんな暑いです。これ死ぬかもしれない。これから宝山寺に行きます。すごい、めっちゃ日本っぽい。ヤッホー。これからこのケーブルカーを乗って生駒山に登ります。初めて乗る、ちょっと楽しみ。果物が半熟で勝負で、簡単だからね。あんまりないらしいです。20分に以降ある感じ。すごい、別に日本っぽいな。どうやって？ん？くねん？ん？들어가면돼？切符を、あー。あ、ありがとうございます。宝山寺行き。ケーブルカーじゃないんですよね。すごい。めっちゃ長いね。じゃあ乗ります。すごい、安全感があるよ。安全感ありますよ。コーラがないんですよ、皆さん。でもあんまり暑くない、まだはね。でもまだ涼しいね。皆さん、さっきケンタッキー食べたんですけど、やっぱ日本のケンタッキーと韓国のケンタッキーって結構違う感じがする。はい、じゃん。静かすぎて何も喋っちゃダメな気がします。どこまでやねん。まだ 0.2 キロもあるらしいです。しんどいです、運動不足。結構登ってきましたよね。だってあそこから来たね。なんかわかるか。知らん。しっかり来ました。すごい、めっちゃ映画とかで出そうじゃないですか。なんか呪術廻戦とか行ってそう。犬夜叉とか。写真撮らない、これは。
頑張ろう頑張ろう。いやいやいや、めっちゃ寺の匂い、人多いな、有名な寺かな、車が多いです。日本の寺初めて入ってみます。すごい、なんかブリーチとか別のエヴァのところに入る感じ。みんなほうじ茶来たことありますか？ジブリに出そう。暑すぎてもう汗やばいです。ほんまに暑い、体力がもうダメかも。にゃーナビやー、友達見えんくなってるけどどこ行ったどこだと思いますか？友達は木台か右の方か、こっちを選びます。違ったらもうやばいけど、違う気がします。あっちにあった。にゃん、一緒に帰ろう。無視された。すごい、あれ何やろ、なんかあっちにあるな。あれすごい、一も寺の一部かな。すごいな、どうやって行くか。俺絶対無理。一応寺終わったので降ります。途中で空港に行くんだよ。うん、当時これすごい景色、경치は景色、景色は景色。犬やるって悪口です。どこなの？暑いから。여기들려온대。暑いから今もう無理、もう汗でシャワーしてる感じ。날씨가욕나올만하다。경치가있어。오なんか臭いけどいい。これ무슨냄새야이거？わからない。この냄새？뭐야？いや、全部奈良ってことかな。生駒市。生駒市？ここはほんまにチケット買わなくても知らないな。何時？何時電車かな。여기이건가？これ乗り場ホーム配用地。54分。お？잠시만。1시54分。30분이나돼야된다고？ドラインで。왜이렇게없다고？こんなにないって、マジ？コマちゃん、テーマパークに行きます。おでんじし。Amusement park。如果他们自己上，他们自己上，因为每个人。でもなんか中国人が多い。最近日本そうなんですけど、日本によってもなんか日本か中国かあんま分かんないぐらいに中国の方めっちゃ多い。自分は結構あの好きなんですけど、今日一緒に来た友達があの怖いらしいです。母ちゃんや。これが昭和っぽいって言うのかな。ぷかぷかパンダ。アンパンマンは韓国語でホッパンを名乗っています。
ドラえもんはそのままドラえもん。おお、こんな初めて見た。俺は入れなさそうな気が。これも初めて見た。あれですよね、これ自分この間名古屋行く時に乗ったやつ、火の鳥と。今あのここまで登る時に乗ったあのケーブルカーを作ったな。これはお金を入れたら、ま、回るかな。通天閣、あのハルカス、大阪城、わかんない、ごめんなさい、わかんない。やっぱりなんか日本はなんか列車の関してるこのこれが多いですよね。韓国はあんまりないかな、あんな感じ。やっぱり山やからかな、なんか結構空に飛ぶ系のあの乗り物が多い気がします。てか友達亡くなりました。自分もテーマパークで働いてたので結構テーマパーク好きです。3つぐらいのテーマパークで働いてたんですけど、ほんまに楽しかった。結構でかいテーマパークです。あんなの好き、あんなの好きやった。めっちゃ昔に乗ってたんやけど、最近の乗り、あの最近の遊園地にはあんなのあんまりないんですよね。ちゃんと点検もしてる感じですよね。自分があの韓国のテーマパークでやってたのが、韓国のテーマパークはメンツ、メントなんかメンツとかするんですけど、セリフとかで、なんかちょっと絶叫系やったんですけど、まあ、一番高いところに行ったら「すぐみばろハイライト」とかなんかやってた記憶があります。ちょっと懐かしい。やっぱりテーマパーク来たらこう懐かしい感がめっちゃする。子供の頃に行ってたのもあるけど、働いてたからね。あれはどこに行くんやろ。一気に一番下に行くものかな。は多分ここの方が大阪ですよね。アベノハルカス、 あれだ見える。ここ見えるかな。 これだこの辺にアベノハルカス。すげえかっこいいんだもん。こんな初めて見た。형키대요?키도필요해?응형키안될것같은데안나와나와네이케르그래놓을게요뭐지금지금배터리充電가나이노데普通に乗って感想だけ言いますね。楽しそうやん。はい、年を取ったら乗り物1個乗るだけで結構しんどいです。めっちゃなんかトトトトトトやってなんかちょっと手が来る感じで、まだでも運転するのは楽しいけど、また心臓がやばくなる。楽しそう。この赤ちゃん乗れないからね。この赤ちゃんは乗るんやったらおもちゃぐらい、おもちゃ3つぐらい持ってこないとダメらしい。お、저거、お、お、형、저런거는금류타기요。うわぁ。あ、怖がってる。あ、그게아니고、이거는하나도안무서운데、이거는물에적잖아。え?사람있을려나?없네?おじさんたちはもう飛行乗って疲れたんで、もう降りていきます。自分これからバーベキューも行かなあかんですよ。もうしんどい。帰ろう帰ろう。やっちゃ。結構広い、あの開放感がする感じですね。